はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきます。はい、タイトルにもある通りね、はい、仮面ライダーです。まずはね、こちらからいきますか。はい、こちらじゃん。はい、前にも紹介しましたが、壮絶仮面ライダー、はい、こちらのねシリーズ、ここに書いてありますが、千円の疾風編ということでね、緑を、基調とした仮面ライダー、はい、そちらなんですが、ここにもある通り自分の2番目に好きなスカイライダーがいるんですよ。はい、こうね、はい、仮面ライダー1号でスカイライダーで、仮面ライダーZO、 これなんて読むんですかね、仮面ライダー GO っていうのかな、うん、これ知らないんですけど、まあ、なかなかフォルム的にね、コスチュームとかこれかっこいいですね、うん、でドーラス、これは何ですかね、もはや仮面ライダーとも書いてないんですけど、でこれ2パターンで腕強化バージョンっていって、腕がぶっとくなってるんですよね。でもこれかっこいいんだよな、フォルムが悪っぽくもあってリアルな感じで、でなぜか尻尾が生えてるって、これなんだろう、ドラスってかっこいいな、でもなこれな。はい、その4種類ですね、ラインナップは。はい、でその中で、これはね、私は中古で購入させていただきました。はい、2009年ですね。これはね、もちろん入ってるのはスカイライダーです。はい、早速ね、中身開けて見てみましょう。はい、一応ね、未開封でしたね。はい、こんな感じ。はい、で、触覚、はい、こんな感じですね。早速、組み立てちゃいましょう。はい、組み立て終わりました。では見ていきましょう。こちら、はい、いやかっこいいわ、すんげーほんとよくできてるわこのシリーズ。スカイライダー、いやほんとこれできなあ、このシリーズやばいね。うわ、はい、本当できいいわこのシリーズ。普通の仮面ライダー1号とかも欲しくなってくるな。実はね、まだあります。はい、続いてご紹介するのがこちら、はい、壮絶、まだ続いてました。はい、こちらの銀河をかける絆編ということでね、フォーゼとかねいますね。そこにまたスカイライダーがいます。すごいなスカイライダー。はい、ラインナップはこちら、仮面ライダーフォーゼコズミックステージ、はい、で、仮面ライダー電王ソードフォーム、はい、でこれ知らないんですけど、仮面ライダーエターナルレッドフレア、エターナル普通の、はい、これ自分存じ上げないんですけどね。はい、でスカイライダーちょっと色が変わってますけどね。でスカイライダーには別バージョンがありますっていうことでね、はい、これとはまた別バージョンがあるということです。これと色を合わせてもらえば分かりますけど、全然配色が変わってますね、うん、ではね、こちらを見ていきましょう。まあ、もちろん入ってるのはスカイライダーなんですけど、はい、
はい、一応袋の状態なんですが、まずね、先ほども言ったように、はい、こちらスカイライダーですね、濃い緑色のコスチューム、はい、はい、こちらです明らかに違いますよね。そう、これはね、これじゃなくて別バージョン、つまりシークレットなんですよはい、これシークレットのスカイライダーではないんです。偽スカイライダーっていうことでね偽スカイライダーなんていたんかいっていうね。もうブースがね、黄色で、ね、配色がド派手になってますけどね、逆に偽スカイライダーなんていたんだって、はい、偽スカイライダー、はい、じゃあ早速ね、こちらちょっと組み立ててみましょう。はい、組み立て終わりました。では見ていきましょう、こちらいや、めっちゃそっくりなんですけどね。マフラーとブーツの色が違うっていうだけで、クリソツなんですけど、これは偽物にしちゃよくできてるじゃねえか こう今でいうコピー品とは違って、随分と似せてきやがったな、偽ライダーこれ見てくださいよ、これマフラーもう色が違うわけですよね。ブーツとマフラーの色。これが本物のスカイライダーです。で、偽スカイライダー。めっちゃもう、同じ。これは現れたら、スカイライダー来たーっつってね、こっちが来たら、もう違和感ないですよね。騙されますよ。でも逆にこの深緑のスカイライダーが欲しいんですけどね、うん、こっちの方ちょっと欲しいんだけど、いやちょっとまあこれね、全部ショップで買ったんですよね、はい、中古で買ったんで、いやなかったんですよね、普通の通常は。こっちのシークレットの方があったんですよ、はい、いや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 、まさかのそクリさんでもラインナップを見る限りね、ほんとね、最近でもないけど、2012年までは発売されてたってことだね、このシリーズね。全然知らなかった。仮面ライダーフォーズとかいるからね。しかもイオンで買ったんですね、うん、これ売った人は。で、以上で終わりではないんですね。はい、はい、続けてこちら、じゃじゃん、壮絶、はい、今度は地上最強の凶暴な力編ということでね、もう V3 と、あ、これちょっとわからないんですけど、オーズですか、あと後ろわからないんですけど、このラインナップの中で自分欲しいのないじゃんって思うじゃないですか、まあ、V3 好きなんですけどね。でも裏ラインナップを見ると、はい、はい、これがまず、あ、やっぱオーズだね、仮面ライダーオーズ、プトティラコンボ、はい、すっごいごっついっすね。で、はい、仮面ライダー V3 もいいよね。で、先ほどの、仮面ライダーパンチホッパー、仮面ライダーキックホッパー、全然存じ上げないけどかっこいいな、なんかねフォルムがかっこいいな、はい、え、ねえじゃんって思うじゃないですか、はい、ドン、スーパーマンここでもスーパーマンがラインナップに入ってるんですよ。しかもまた知らない剣持ってる、あれ剣で戦ったことあったっけ記憶が全然ないけど、
はい。で、実はこちらにもスーパーワンには別バージョンがありますということでね、はい、まあ、自分が買ったのはどちらでしょうかという話ですね、はい、では開けてみましょう。はい、袋から開けました。自分もね、買ったの何を買ったか忘れてたんですけれども、はい、こちらでしたね、はいはい、スーパーワンのエレキハンドバージョン前回言ってましたね、エレキハンド買ったけどまだ届いてないって、それでしたね、忘れてたあ、これ壮絶でも違うやつ、違うシリーズだったんだ。前のはね、普通のスーパーハンドバージョンとシークレットのパワーハンドバージョンだったんですけど、シークレットと枠じゃないからあれは。でもこっちは普通のソードと、あとこれがシークレット枠なんですよね、シークレットのエレキハンド。あー、別個だったんだシリーズが。へー、はい。逆にこうすんとソード持ってるやつが欲しくなってくる全部揃えてえな、スーパーは。はい、これも未開封でしたね、うん。はい、では早速ね、組み立てちゃいましょう。はい、組み立て終わりましたんで見ていきましょう。こちら、かっこいいぜスーパーは。はい、やっぱダントツでかっこいいエレキハンド、かっこいい。スーパーワンめっちゃかっこいいわ。まあ、ほぼね、前回のと金型は一緒だと思うんですけれどもね、うん、手パーツが違うってだけで。いや、かっこいいな。出来がほんとすごいな、このシリーズ。シワの造形とかも抜かりがないよね。でちゃんと目の部分はクリアパーツで成形されてますしね。いや、素晴らしいシリーズだ。はい、いや、めっちゃかっこいい。もう俺の好きなこの仮面ライダーが3体いるってだけでめっちゃもう興奮ですね、これね。はい、いや、かっこいいわ。はい、もっとこのソードが欲しいな。あと V3 欲しいな。あ、最近の仮面ライダーは最近でもないのかも、うん、平成の仮面ライダーもラインナップされてたんですよね、このシリーズ。結構続いてたってことだね。全然知らなかった。まあ、皆さんの推しライダーがあったらね、ぜひ探してみてください。はい、ということでね、今回はこの3体をご紹介させていただきました。はい、ではね、最後は、ちょっと前回のと並べて、回転ライズで回してお別れしたいと思います。では、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。